新しいの来たね。じゃあ交換しようかな。やっていきましょう。はい、それではね、早速ね、新しいこれね、リビルトヒナ来たんでね、これは古い方ね、これ古い方来たんでね、開けてみましょう。よいしょ。ね、まずね、こう開けます。全然ね、これ、で、こう、ね、保証書がついてます。保証書ね。これはね、コア返却といってね、この古い方を返してくださいっていう意味ですね。はい。同じものかをチェックします。よいしょ。一応ちゃんとね、テスト済みでチェックしてあるので、その表とかもね、一応ついてるっていうね、話ですね。はい。よいしょ。これどういう風な向きだ？こうかな？こうだな。これが新しい方。これが古い方になりますね。古い方になりますね。これがね。はい。でね、この辺のね、古い方の、こういうブラケットとかは、こっちに、こういうやつね。こういうやつがね、ついてないので、こっちから取って、こっちに移植するという。感じで、この現状をこっちに移すっていう感じですね。はい。そこから取り付けにかかると。はい。一応ね、まあ、こういうふうに、合格っていうふうに書いてあるんで、まあ、こんだけ、オフですよ、みたいなのが、数値がいろいろ書いてあります。ちゃんとね、分解されてからテストして、ご出荷というふうになってるのかな、これはね。いろいろ書いてありますが、はい。はい。これは、ただ見て分かる人にしか分からないと思いますので、はい。まあ、ぜひね、自分で交換される方がいたらね、ちょっと見てみてください。じゃあね、取り付けるところまでは走ります。よし。よし。じゃあね、ひとまずやっていこうかな。取り付けは、取り外しの逆です。はい。まずは、回して、このカプラとかね、プラスチックなんでね、割らないように、スポンと入れてもらってですね。はい。止まって、ボルトがね、こう、2本締めだったんでね、太い方がこの軸になる方、僕は。で、細い方はこの下の方につくやつですね。寒いね。昨日からね、こんなことばっかやってんだよね。よいしょ。ね、ここね、食っとかなって言いながら。で、ね、ここでね、閉めちゃうと、下のネジがね、下のネジ穴が合わなくなっちゃったりするんで、一旦、こう、カタカタって動く感じで、仮止めでやります。ね、今度は、この下側ね、下側はちょっと手が入りにくいんだけど、でやってって、
どこかな、どこかなって言いながらね。あれ、あれ、本当どこかな。どこかな。ここだな。ありましたよ。よいしょ。僕ね、実はね、群答しない派なんですよ、本当は。なんでかって言ったら、感覚がつかめないからなんです。はい。あれ、ここじゃないのかな？ん？よいしょ。あとはさっきのこうですね、このネジとこの裏側にあるネジね、これを締めてあげたら終わりですね。なんか抜けちゃってる ですね。であとはもう本当に元に戻すだけ、元に戻すだけ。はい、まだ今はまだ待ってついてないんであれですけど、はい、あとは元に戻すだけなんで、結構意外に簡単でしょ、こっち側についてるやつは。あとはもうだからダイナモが大谷田がどういう風についてるかっていう基礎的なことが分かれば、まあできる人はできるんじゃないかな。ちょっと知識持ってるでしょうね、でいると思います。ちょっと走ります。はい、何をいたずら書きしとるんだって話なんだけど これはね、取り外し動画の時にもあったけど、わからない人はね、こういう風に書いてくださいっていう感じだって説明したんですけども、これね、一応プーリンに見立ててます。まあ、この丸はね。うん。で、順を追っていくと、これがさっき書いた、その、オルタネーターのプーリンですね。で、これが、ウォーターポンプ。ウォーターポンプのプーリース。はい。で、これが、クーラーの、エアコンのコンプレッサーのプーリー。で、これがクランクのプーリー。で、これがアイドルプーリー。で、これがパワーステのプーリーってなりますけど、まずね、緩めるときに、なんかボール、ね、メガネ用いてやってたんですけど、ちょうどね、この辺にね、その、アタッチメントのボルトの頭みたいなのがあって、で、ここに、ちょうどその、オートテンションのバネがついてます。だから、これを押さえることによって、これがこう押されることによって、こう、このバネが縮んで、で、ベルトの針が緩まると、そういう感じになってます。で、一応ベルトの、張り方に感じの配置にしては、まあ、上から書きますね。ベルトが、これをベルトと例えてください。こう回ります。こう回ってからの、こう来ます。で、こう回ってきて、で、こう来て、電子の輪を返して、これ一周です。これベルトですね。これベルト。こんな感じです。こういう風になってます。はい。わからない方は、外す前にね、こういう風な絵を描いてもいいかなと思います。はい。吸ったもんだがあったんですけど、なんとかね、ここまで行きました。吸ったもんだ動画はね、番外編で出すんでね、はい。もうほんと吸ったもんだがあったんだよ。それではまた、ちょっと後日ね、見せようかな。ね、とりあえず、あそこまで行ったんで、まだちょっとね、あそこまで、あれがもう本当メインの作業なんで、あとはもう、ね、外したものをつけていくだけなので、とりあえずこれでエンジンかけてみようか。
かかるでしょうか、かかるでしょうかってか、別にイオンがしてたんだよね。よっ。おっ、いいね、いいね。変な音もしてない。 OK、 してないです。 OK です。ね、あの辺にちらっとなんか見えてるけど、あの箱、あの四角い箱ね、あのね、緑色の四角い箱ね。ああ、まあ、ちょっとね、じゃあこれでどれだけ電圧で出てるか、ちょっとナビの方でね、見てみようか。メニュー、情報、システム情報か、接続設定。おーし。14.323。うん、まあ出てますね。はい。とりあえず、オルタネーターの方も異常はないかな。はい。まあ一応ね、リビルド品なんで、保証はつくんで、はい。大丈夫だと思います。ね。じゃあ、あとは、とりあえず戻して、はい、年末からね、預かってた、ピンボキしたな、おい。年末から預かってたね、水原くんの車。なんかピンボキしたな、おい。とりあえず、これで今日渡せるかな。うん、本当は火曜日だったんだけど、その、吸ったもんだがあったもんで、今日になってしまいました。はい。ということで、取り付け動画これで終わります。はい、またね、番外編も出すので見てください。それでは、ありがとうございましたじゃあね。